どうするよメゴ。どうする。いやもう動画的には終わったよ。確かにもう1000円使って200円儲けたけど、八代田中東町店に今度はやってまいりました。おい嫁子、何おにぎりが欲しいんだ。何何が食いたいの。ネギトロ。行ってきます。あのね、田舎だからですかね、店員さんのビビり具合が、さっきの店もそうだけど、やばい。ペイペイでって言ったら、ペイペイって。今回は、嫁がおむすび食いたいってことは、腹子飯おむすび149円と、アイコス。ね、買って649円使ってきました。まずほら、お前が食いたい腹子飯。ちょっとだけ。いいじゃん、あんま変わんねえよ、これもう。な？はい。じゃあ、ネギトロかなんか知んないけども、それ、代わりということで。では、行きまーす。更新してみまーす。ですね、今買った649円。押しますよ。押しますよ、いいですか？行きます。トーンと、詳細を見る。20%。これでも129円。本当返ってきてますね。ガチガチで。いやー、すげー。ペイペイ面白い。面白いけど、もう無駄遣いはやめたいと思いますので、これにてね、一応終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと待てよ。もういい？お前、ふざけんなよ。もういいだろう、だって。もうあるっけ他ファミマ。じゃあ、あと一件、ワンチャン。オッケー。次、最後ね。よし、じゃあ行きましょう、もう一件。はい。では、三件目ってことで、八代松江店に来たんですけど、悲しいお知らせがございまして、なんと、八代松江店のファミリーマート、12月20日で閉店だそうでございます。というわけで、閉店セール中らしいんですけど、ちょっと行ってきますね。いやでもほんと子供の頃からお世話になったんで、お礼のつもりで大量に買い物しました。1584円分。お前が好きなこれだよ。ほら、お前好きだろ、これ。冷却シート。これ買ってきたから。でございました。まあ、いろいろ買ったんですけど、さあ、お支払いということで、1584円支払い済みでございます。で、押しますよ。いいですか？では、詳細を見るに行きます。20% でございました。今日の戦いは終了ということでよろしいですか？で、動画見た人が、おい、行けよと。100% 出るまで行けよって言っていただいたら僕は行くと。そう、まあそういうコメントがなかったらいかないと。ということで、今回は締めくくりをしたいと思います。皆さんもぜひペイペイ登録してみて、結構ですね、ポイントとして返ってくるのでいろいろ使えるし、還元率って言ったりも最強ですよね。今おそらくこの地球上にある、まあ日本の中にあるポイント還元率って言ったらもう間違いなく最強。このポイント還元がしばらく続きますから、ぜひね、ペイペイにこれ一旦皆さん移行してみてはいかがかなというふうに思います。ソフトバンクね、がやってますから、ヤフーカードお持ちの方とか、すごくお得になると思いますので、ぜひお試しください。ちなみに店員のおじさんたちがまだ不慣れですから、え？みたいな顔を一回しますけど、すぐお慣れになると思いますので。そして、最後の最後、1月20日で閉店でございます。ファミリーマート八代松江店さん。子供の頃から本当にありがとうございました。12月20日まで順次セールを実施ということなので、ぜひ皆さんもお買い物に来てあげていただきたいと思います。あざした。今回は、嫁さん抜きで、行ってきました。見てみますね。
やっぱりね、嫁さん抜きだとペイペイ 100% 当たりました。やっぱりあいつが疫病神か。以上です。